日本はずっと30年も経済成長していない、お給料も上がっていない、でもそれって日本だけですよと。世界の他の国々はちゃんと成長してみんなお給料2倍3倍になっていますけど、知っていますかと。消費税を上げたら上げっぱなしで、何の景気に対しての何の調整もしていないのも日本だけですけど、知っていますかと。本当は私たちのお給料今も2倍3倍になっているはずだったけど、それを失ってきた、それを全くやってこなかったのが自民党公明党政権ですけど、知ってますかと。だからこそ今回の選挙は、ね、そのずっと経済成長している中で消費税がずっと上がり続けてきて、社会保険料もずっと上がり続けてきて、それでもう社会保険料も30年前の2倍ですけど、皆さんいくら取られてるか知ってますかって。そしてだからこそ今回の選挙は減税一択ですとずっと声を張り上げてまいりました。今回の選挙で本当に街の声はすごく変わったと思います。選挙戦の最初の1日目は、まあ、選挙カーでずっといろんなところを回って手を振り返してくれるのは大体子供で、無邪気に手を振ってくれるか、あとは外国人の方でした。私の選挙区のこの千代田区と新宿区は、まあ、新宿もそうですし、高田の馬場もそうですし、そしてここ秋葉原も特にそうです。本当に外国人ばっかり、外国人が多いんです。このすぐそこの交差点とかはもう時間帯とか曜日とかによってはもう8割ぐらいが外国人じゃないかなと思います。そしてそういった外国人の旅行者の方、もちろん来て日本を楽しんでくれる分にはとってもいいんですけれど、だけれどこうやって優雅に外国人が日本にやってきて、物が安いからすごく楽しんでいるだろうなと思って、だけれどその一方でその同じ時間帯にせっせと日本人は働いてだけど給料上がらずに税金ばっかり取られてるんだなって、そういうのをずっとこの選挙カーで回りながら景色を見て実感していました。ですがこの選挙戦で本当に1日目はそうでした。手を振ってくれるのは子供や外国人だけれど、この数日間、3日前か4日前かそれぐらいから明らかに変わってきました。多くの日本人の有権者の方々が本当に好意的に手を振ってくれる、そして駆け寄ってきて頑張ってね、応援してるからと言ってくれる、わざわざ私の SNS を見てここで街頭演説があるから見に来たと言ってくれる人もいる。そういう人たちのうちの中には党員さんもいるけれど、もう全然参政党を知らなかったけれど、つい最近知って言っていることがすごく他の政党と比べてまともだと思ったから聞きに来たと言ってくれた方もいました。だけれどこの選挙戦ではすごい悔しい思いもしました。まず JC さんが開いてくれた討論会、そこに自民党と立憲民主の候補の方は現職議員であるにもかかわらずいらっしゃいませんでした。用事があるということでしたが、私はこの選挙期間に有権者の方々がこの政党間での議論を聞ける討論会以上の用事があるのかとすごく思いました。なんで来ないのかと。またコロナの注射の話もその討論会でしました。そこで他の候補がやはりこの被害の実態を知らない、それも痛感しました。科学的根拠が出てからじゃなきゃわからないとか、そういった意見も出ました。だけれど政治家は科学的根拠を待って何千人も何万人も何十万人も死んでからじゃ遅いじゃないですか。
してまた他にも有権者の方で近づいてきてくれて声をかけてくれたので何かなと思ったら、まあ、私は交差点でお昼の時間帯に12時台ぐらいに演説をしていたのですが、前のマンションに住んでいる方で子供が寝ているからここでやらないでとすごくきつく言われてしまいました。でそれは、まあ、もちろん子育て中の方にそういった負担をおかけして申し訳ないなとは思ったんですが、それでその場の演説は終了してその場を後にしたんですが、だけれど本当は言いたいことがありました。私はあなたのためにもあなたのお子さんのためにもやっているつもりですと。そうだ、その通り、その通り。自分が政治家になりたくてやっているんじゃないんです。ここを歩いている多くの通行している方、日本人の方、皆さんのために、この国のために、自分が代弁者として声を上げるためにやっているんです。ありがとう、ありがとう。そしてもう一つ、私は本当は子供が欲しかったんです。今私には子供はいません。結婚はしていますが子供はいません。でも本当は欲しかった。だけど諦めました。だからこそ子供がいるお母さん、そういった人たちの声を代弁したいし、お母さんはちゃんと、ね、働きたくて働いてるならいいけど、そうじゃないんだったら普通に働かずに子供と一緒に子育てできる環境の方がいいに決まってるし、それに何より私はこの子供がいないからこそこの立候補をできると思いました。だってお子さんがいる候補者の方たくさんいるけれど、本当になんでそれが可能なのかわからないぐらい大変なことだと思うんです。子供がいないからこそ自分の役目だと、これが私に与えられた役目なんだと思って今この場に立っています。ありがとう、皆さん参政党に投票し、そしてそれだけではなく皆さん一緒に戦ってください。